どうも、翔太です。今日はですね、お店紹介の動画なんですけど、今日のお店はこちら。はい。バー、プリティベーカントにやってきました。こちらはですね、駅の近くにある、ものすごくこう雰囲気のいいバーなんですけど、僕もね、この間本当にね、初めて行かせてもらったぐらいなんですけど、もう本当に雰囲気がいい、ザ・バーみたいな、もうこれぞ、バーみたいな感じで、もうぜひね、こう皆さんにも紹介したいなと思い、今日撮らせていただいてます。外観からしてもね、こうめちゃくちゃ雰囲気がいいんですけど、中の方をね、紹介していきますので、はい、早速行ってみましょう。はい、ということでね、早速中の方に入っていきます。今日はちょっとね、オープン前にね、撮影の方をねさせていただいてるということで、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。店長の岡村さんです。はい、よろしくお願いします。はい、今日はちょっとね、店内の方を見させていただきますんで、はい、よろしくお願いします。いや、もうね、ザ・バーですよ。皆さんがね、こう想像するもうバーって感じなんですけど、本当にね、ご西条にこんな雰囲気のいいお店があるのかという感じで、内装なんかもすごくおしゃれでこだわりを感じてね、いい感じです。なんかこうカウンターだけじゃなくてね、ちょっとこういう個室じゃないけど区切られた空間もあるんで、まあ、ワイワイ飲みたい人も落ち着いて飲みたい人もおすすめのお店です。バーなんで当たり前なんですが、お酒の種類もね、めちゃくちゃたくさんあるということで、種類が多いんじゃないですか、この辺の飲み屋さんの中に。ありがとうございます、まあ、そう言っていただけると嬉しいですね。はい、ありがとうございます。なんでね、もう皆さんもね、もう何でも飲めます、好みのお酒っていうのをね、はい、飲みに来てください。スロープになってて、こっちがこうテーブル席みたいな感じであるんで、大人数でワイワイ楽しむっていう感じの人も最適なスペースがあります。このなんかね、壁のイラストみたいなのもめちゃくちゃおしゃれでいい感じです。ほんとなんかこのね、店内の内装の一つ一つにこだわりみたいな感じが詰まってて、インスタ映えみたいな感じでもいいと思うんで、皆さんぜひ遊びに来て写真撮ってください。一番奥がね、こうめっちゃ個室みたいな感じで、結構席のスペースもあるんでね、大人数で来てね、ちょっとプライベートで楽しみたいよって人はね、こういう席もあるんでおすすめです。なんかね、こう結構スローブにも高さがあってね、隠れ家的な感じでね、割とワクワクしますね。飲み物はもちろんなんですけど、フードも充実していて、めちゃくちゃ美味しそうなんでね、こちらおすすめのナスとトマトの冷製パスタということで、はい、月替わりで提供されているということなんでね、フードもね、皆さんお願いします。はい、はい、せっかく来たんでね、もうおすすめの一杯みたいなものをいただきたいと思うんですけど、なんかそういう、なんていうんですか、オリジナルカクテルとかもやってらっしゃったりはするんですか？そうですね、オリジナルでこれって決まってはないんですけど、うん、頼みやすいようにこういうページ作ってあるんですよ。ちょっと見てもらって、これですね。ああ、なんかこのチャートみたいな感じで、まず味みたいなのと、こうスタイルとか、こう辛口甘い口みたいなのとかをね、はいはい、こういうので、まあ聞きながらお好みのスタイルをしてもらえるということで。じゃあ、なんか聞いてもいいですか？ああ、もちろんです。はい、これじゃあ、僕、あれなんですよね、もういいおじさんなんですけど、割とお口が女子大生なんで、甘い、甘い、甘いよ。甘いやつで、じゃあ、強さとかスタイルとか、そこら辺はどうしましょうか？まずスタイルなんですけど、まあ、ちょっとやっぱ撮影なんで映えたいんで、ちょっとなんかショートカクテルのね、こういい感じの、そう、ザ・カクテルみたいな感じのお願いしたいですね。はい、わかりました。まあ、度数もね、せっかくね、バーなんで、はい、ちょっとまあ、中ぐらい。中ぐらい。好きなフルーツです。そうですね、フルーツがあれば。僕、リンゴが好きです。リンゴが好きですか？なるほど、わかりました。あ、あれですか？ちょっとショートカクテルですけど、はい、ちょっとだけ変わったやつを。おお、あれです。なんかリンゴとかね、あんまりないイメージありますけどね。そうですね、あんまりないのかもしれないですね。うん、いいですね、もうなんかもうバーですね。ちょっと語彙力がなすぎて、それしか言えないけど、もう本当にみんなが想像するようなバーって感じです。合ってますね。今日はちょっとね、オープン前に来させてもらってて、ちょっとね、まだ日がね、出てるんですけど、夜もね、もちろんこの照明のね、さっきも来させてもらったんですけど、はい、まあ、そういう雰囲気っていうのはね、
夜もね、めちゃくちゃ雰囲気がいいんでね、ぜひ遊びに来てください。普段、なんかバー行ったりするんですか？いやあんまりこう、バーっていうのにはなかなか。あ、居酒屋さんなら。そうですね、やっぱお酒は全然好きなんですけど。嬉しい。はい、ね、こうやってしっとり飲むっていうのをあんまりね、こう一人でこう、なんていうんですかね、しっぽりと飲みに行くみたいなのはあんまりないんで。そうですね、はい、じゃなくてもね、これで場所だっていうのを結構知ってもらえたら嬉しいですね。なんか一、人のイメージあるじゃないですか。そうですね、ちょっとね、バーってさっきね、しっぽりとしたイメージがあるんですけど、まあ、さっきもね、映したようにこうテーブル席みたいなね、なんか隠れ家みたいな感じのスペースもあるんで、女の子もみんなで女子会でもいいですよね。あ、それも嬉しいですね。ね、なんか 奥の席みたいなね、こう誰にも聞かれることなく秘密の話なんかもね、しちゃってもいいですよね。ぜひやってほしい。こうやってちゃんとね、話も聞いていただきながら作れるっていうのもね、またこのプロフバーのマスターっていう感じですね。そんな流れてますね。うん、このお客さんだったらないところはないですよね。出ました、シェイカー。あー、出ました。これです、これですよ、皆さん。みんなが見たかったやつですよ、バーのね、動画で、ね、イメージですよね、うん、これまさしくね。うわぁ、なんかもう、かわいい。めちゃめちゃかわいいやつやっちゃいましたね。うわぁ、そこ。ちなみになんか名前みたいなんとかってあるんですか？こちらは白雪姫というか、白雪姫。可愛いよ。はい、いやなんか僕なんかがね、飲んでいいのかってぐらいの、もうね、全然大丈夫です。はい、なんで白雪姫、いただきます。めちゃくちゃうまいっす。あ、ほんとですか、ありがとうございます。なんか梅ですか、梅っぽい、なんかこれがですね、今後のお酒が梅酒っぽいんですよ。はぁはぁはぁ、飲みやすいと思うんですけど、これを使ってベースにして作ってる。なるほど。とアプリコット、ああ、アンズです。そう。あとはまずレッドフルーツが。なるほど。これも入ってる。結構ね、砂糖ですかね、この粉砂糖をまぶしてあって、なんていうんですか、このリンゴと梅の甘酸っぱさもあるんですけど、後からこの、ね、砂糖が効いてくるみたいな感じで、もうまさに今の気分に飲みやすくてちょうどいいやつですね。まあ、中くらいなんで、うん、まあ、全然ゆっくり飲んでもらっても、そうですね、そう、あんまりね、こう甘くて飲みやすいからってね、グビグビいかなくて、グビグビいっちゃうと酔っ払っちゃうんで、そうそうそう、はい、ということで、まあ、せっかくなんでこの飲みながらまたちょっとお話みたいな、はい、じゃあ聞かせていただこうと思うんですけど、はい、このプリティーベーカーと、はい、っていうのは大体いつ頃からやってらっしゃるんですか？今年の12月で10年になるんですよ。あ、すごい、めちゃくちゃアニバーサリーの年なんですね。ですね、10年目なんで9年経ったところですね。12月で10年目を迎えた。なるほどなるほど、はい、わ、めちゃくちゃちょっと節目っぽい時にちょうど撮影できて、いやー、声かけていただいてありがとうございます。はい、なんかその立ち上げた理由というか、なんかその経緯みたいなっていうのをよかったら聞かせていただきたいんですけど。普通にはお酒が好きだったっていうのと、もともと洋服屋さんみたいなのに働いてたんですけど、その頃からいつかお店持ちたいなみたいな思って、自分のお店を、そう、お店持ちたいなみたいな、まあ、その時、まあ、よくするじゃないですか、若い頃。そうですね。で、まあ、こういうところがあったらいいなって思ってて、でこう、まあ、地元があったんで最初でやったみたいな。そのアパレルみたいなのは町の方でやってた、広島の方でやってたけど、地元が西条なんで、まあ、店を持つみたいな。ああ、なるほど。そういう感じで、はい、なんかそういう人がどんどん増えるというか、嬉しいですよね、その出てきた人が帰ってきてみたいな、ね、何かをやろうみたいな、同級生来てくれるとかね、そういうのもあるし、そうですよね、地元の友達が、ね、店開いたら来てくれるみたいな、来てくれるとか、ちなみにまあ僕はバンドとかもやってて、ピストルズとかも好きなんですけど、プリティーベーカントっていうのはさすがですよ、はい、ピストルズのやっぱりあれから来てるんです。そうなんです、僕も実は音楽をやっていて。あ、そうなんですね。そうだ、楽器は中学生ぐらいからやってて、はいはい、まあ、今でもちょろちょろやってるんですけど。そうなんですね、めちゃくちゃ仲間じゃないですか。音楽仲間ですね。まさかさすがよく知って、はい、まあ、で、まあ、その時当時はそういうのをコピーしてましたし、うん、激しいの好きだったんで、はいはい、まあ、当時の思いではあのそれが、まあ、合致したという感じだったんで、うん、まあ、ピストルズの曲から付けさせていただいたっていう感じですね。はいはい、そうですよ。
ね、やっぱね、僕はバンド好きな人からしたらね、これちょっとバンって見てね、おプリティベーカンとみたいなね、なる人は言われると思わなかったさすがです俺と思うんですけど、すごいね、ここはさっきも駅前行ったんですけど、うん、もうヨーヨードスとね、もう目と鼻の先なんですよ。そう、いいとこですよ。なんでね、一緒にね、そうライブハウスでね、できる日も。そう、土曜日がね、ほとんどじゃないですか。あ、そうですね、お店がね、本当に日曜日しか動けないんですよ、うん、そう、だから日曜日にイベントあったらお願いします。はい、ぜひお願いします。すごく内装とかもなんかこだわってらっしゃると思うんですけど、ありがとうございます。なんかそういう自分のそういうルーツだったりっていうのがやっぱりこう反映されたみたいなことはあるんですか。バーを始めるときに思ってたのは、やっぱ最初の話みたいにちょっと来にくいみたいなのがあるじゃないですか、うんうんうん、ハードル高い、はいはい、そういうのをなくして、もっとこうみんながその選択肢の1個にバーも入ったらいいなと思ったので、うん、着やすさをちょっと考えて、うん、かっこいいだけじゃなくて、まあ、ちょっと可愛いというか、うん、確かにそうですね、ちょっとだけラフな感じにしたいなと思って、うん、この形に、そうですね、この形になりました、うん。なんかスローブの感じがちょっとね、ワクワクしてね、いいですよね、遊び心というかね、カチッとしすぎない感じをやっぱ意識しましたね。確かに確かに、こう名前と、なんていうんですか、まあ内装もちょうどいい感じにこうね、マッチした感じのね、本当にカジュアルバーという、ああ、ありがとうございます、ね、そういう感じです、もうぴったりのもうスペースとなってるんですけど、まあ、岡村さんは西条に、まあ、凱旋じゃないけど、戻ってきて店をやっている、もともと地元というか、そうですそうです、小中高とか、例えば高校もそこの科目だし、あ、そうなんですね、中学も高谷中学校だし、うん、みたいな、まあ、じゃあほぼほぼ西条でこう過ごしていらっしゃる、ね、人生というか、なんと思うんですけど、どうですか、この西条の街っていうのを、西条の街、ずーっとこう、ね、見てきて、やっぱりこう、まあ、お店やって思ったんですけど、うん、そのなんか、結構ここって、その県外とかが来る人多いんですよね、うん、その仕事とか、大学とかで言うんですけど、うん、みんな住みやすいって言いますね。あ、それはもうね、ね、それもう、多分ね、百発百中でみんな言ってます。ちょうどいいんですよね。ちょうどいい、そうそうそう、ちょうどいいって言うんですよね、うん、買い物でも困らないし、うん、まあ、なんか遊び場も別になくはない、そうですね、都会ほどはもちろんないけど、うん、なくはないみたいなのがあるので、うん、で、まあ、自分もやっててちょうどいいなと思って、うん、そうですね、ちょうどいいですよ、それに尽きるから、うん、なんかその、なんて言うんですかね、例えば、うん、さっきも言ったけど、バー一つにしてもこの地にあるっけ、よりフランクになるというか、あ、そう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 、うん、なんか都会でやってたら多分もっと攻めなきゃいけないし、うん、もっと尖ってなきゃいけないし、そうですね、そういうなんかいろんな人がこうちょうどいい、ちょうどいい入り混じってる感じなんで、ね、まあ、僕ら自身もちょっとラフにできるんで、うん、仕事もやりやすいみたいな、うん、いや、そうですよね、そうそうそう、だからそれでこそね、初めて来たお客さんとかも絡みやすいですよね、そうそうそう、そういう最上の人だったら話せるみたいな部分って結構あると思うんで、僕的に、そうなんですよ、うん、まあ、最上そんな感じかな、うん、そう、確かに、それですよね、それにつきます、それにつきます。本当にさっきもこう10周年を迎えるって言ってましたけど、なんかこう今後の目標とかビジョンとか、なんか最後に一言みたいなのがあれば、ぜひ聞かせていただきたいんですけど、一言か、コロナがあって大変で、うん、コロナ明けた感じが出てきて、うん、まあ、今人が増えてきてるん で、ね、まあ、これからもっと頑張ろうっていうことぐらいしか本当に頭がない。そうですね、やっぱりこう飲み屋さんというかバーっていうのはここ2、3年一番打撃を受けたね。そうで、やっとまあ活気も戻ってきたんで、うん、これからもその調子でというか、右肩張っているんで、応援よろしくお願いします。はい、お願いします。ですね、はい。ということでね、バー、プリティベーカンとこうやって入りやすい、はい、皆さんで楽しめるバーだし、はい、もうね、店長の岡村さんもめちゃくちゃいい人なんで、すごく話しやすくてよかったです。本当に。ね、さっきはプリティベーカンとか入ってきてね、もうこんなんがおったら、言えますね。どうしようかと思ったんですけど、すごくね、もう柔らかい感じの、はい、店長も、ね、お待ちしておりますんで、はい、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。